アラブ人は主にアラビア半島や西アジア、北、アフリカなどのアラブ諸国に居住し、アラビア語を話し、アラブ文化を授与している人々。7世紀にムハンマドによってイスラム教が開かれ、中東、北、アフリカを中心に勢力を拡大した。もともとアラビア人をアラブと呼ぶが、日本では語訳から始まった呼び方で定着した。 キングダム・オブ・ヘブンのサラディン役で有名なシリア人俳優ゴッサーン、マスード・ムハンマド以前、アラブ人は統一された社会共同体もなく部族社会を形成していた。部族はたびたび水資源や利権をめぐって争い、破壊や略奪といった無法な行為を行っていたものの、戦では死の優劣で勝敗を決めることがあるという非常に発達した精神文化も備えていた。 ムハンマドによるイスラム教の創始以降、イスラム教のもとで、イスラム文化は最高潮に達し、イスラム世界では、錬金術を原点に、各種の科学や数学、哲学が発展し、文学の発展もあった。しかし17から18世紀頃を境にして、後に、ヨーロッパで起きた、科学革命や産業革命に遅れを取るようになった。アラブ人という概念は、人種的存在とは言えない。 むしろ、セム語という言語を共有する人々としてであったり、聖書に伺える、ある人物を始祖とするという共通概念で規定される。アラブ人は、旧約聖書に登場するアブラハムが妻サラの、女中であるハガルとの間に生ませた長男のイシュマイルを、祖とするイシュマイル人の子孫と称し、イサクの次男、ヤコブの子孫である、ユダヤ人とは別の民族になったとしている。民族的概念と、 人種的概念が一致しないという点で、アラブ人とユダヤ人は共通すると言える。最初のアラブ人はアラビア半島の住民であるが、イスラム教の聖典のクルアーンはムハンマドを通じて、アラブ人にアラビア語で伝えた神の言葉とされているため、イスラム教の拡大によって、ベルベル人やエジプト人、そしてメソポタミア人などの近隣の多くの人々が言語的に同化させられ、 アラブ人となった。その後、20世紀初頭に、オスマン帝国や欧州列強の植民地支配に、対する抵抗運動の中で反アラブ主義が没効し、アラビア語話者の間に、アラブ人という民族意識が補強された。ただし、キリスト教徒のアラブ人には、アラブ人としての民族意識は宗派によって、ばらつきがあり、東方正教会の信者には有力な、 半アラブ主義指導者になる者もいる。その一方で、レバノンヌマロン派の信者は古代フェニキアの子孫としての民族意識が、イラクなどのアッシリア人は古代バビロニア、アッシリアの子孫としての民族意識が、エジプトのコプト正教会の信者は、コプト語の話者であることから古代エジプトの子孫としての民族意識が強い。現在では、シリア人、パレスチナ人、エジプト人、 マグリブのアラビア語系住民、身体的形質の上では、黒人とされる人々を含むスーダンやモーリタニアなどの、ブラックアフリカにおける、アラビア語話者、さらにベルベル系の諸民族やソマリ人など、アラビア語以外の言語を母語とする者までが、アラブ人として、自己規定する場合もある。ただし、典型的な高カソイドのアラブ人は、ネグロイドのアラビア語話者を、アラブ人と認めないことが多い。 ベドウィンなど遊牧民や砂漠の民のイメージもあるがこれは一面的な解釈に過ぎない。彼らは多くの国葬地帯を抱えた農耕民族でもあり、インド洋を股にかけた海洋民族でもある。イスラム文化は高度に発達した都市文明の産物であり、西欧を中心に発祥した近代科学にも大きな影響を与えている。アラブ人を特徴づける遺伝子は Y 染色体ハプログループ J1 である。このタイプは現在アラブ人の分布する中東北アフリカで高頻度に見られる。特に北アフリカではアラブ人の入植により急速に J1 が広まったものと推定される。人種的なアラブ人は上記の通りなのだが人種的なアラブ人つまりアラビア半島出自のアラブ人はサウジアラビアオマーンアラブ。 主張国連邦カタールバーレーンクウェトヨルダン、エジプトチュニジアモロッコアルジェリアで多い。シリアイラクレバノンはメソポタミア系やイラントルコ系、リビアはベルベル人、イエメンは原始アラブ人だが文化的にはアラブ人と定義づけられている。ありがとうございます。